ヒューレットパッカードのマークステーション Z620 の中古を購入しました。早速開封しましょう。CPU はインテルの G4P52640 が2個装着されています。メモリーは ECC タイプになり 96GB まで増設可能です。なお OS についてはもともとは Windows 7でしたが Windows 10 64bit Pro にアップグレードされています。グラフィックボードは4K60Hz の送出が可能なクワドロ K4000 が装着されています。ケースはミドルクラスのサイズになります。中古購入ですので電源を入れて CPU やメモリーの状況をチェックします。デバイスマネージャーを起動し、CPU の状況を確認します。24個のスレッドが見えていますので、CPU の方は問題ありません。メモリーの方も 16GB で問題なしでした。メモリーの交換をしていきますが、この PC にはリカバリーメディアがなかったため、最初に 32GB 以上の USB に回復ドライブを作成しておきます。それでは、本題のメモリーの増設を行っていきます。メモリーは、もともと DDR3-1600GB が8枚で、計 16GB が装着されていましたが、これを 4GB 12枚にして計 48GB まで増設します。なお注意点として、メーカーが動作保証している元と同じサムソン製の ECC メモリーを使用します。では早速作業を始めましょう。緑色のマークがついているところを押すと、ロックが外れて、サイドボードを取り出すことができます。このボードに、2個目の CPU と、4個のメモリースロットがあります。上部のメモリーファンを取り外します。まずはメインボードからメモリーを取り外します。これがもともとついていたメモリーになります。メインボードに新しいメモリーを取り付けていきます。枚数は8枚です。しないように気をつけて作業します。次にサイドボードについているメモリーの交換です。埃がついていたので、掃除機で清掃します。新しいメモリーを取り付けていきます。以上で取り付け作業完了です。あ
とは、作業を逆にたどっていけば終了です。メモリーが認識されるかを確認します。エラーメッセージが出ました。え、どうするの。訳するとこんな感じになります。少し焦りましたが、単に F1 キーを押せば OK です。マイコンピューターを右クリックしてプロパティを表示させます。48GB、 きっちり認識できました。最後に残念な話が、実はこのメモリー、これより下位の DDR3-1333 の性能しか引き出すことができません。理由は CPU が対応しているメモリースペックのマックスが DDR3-1333 までなのです。ということで、次回は CPU のアップグレードを図ります。